はじめです。本日は川崎 GPZ900R 乗っていこうかなと思います。作業内容ですけども、FCR キャブレター取り付けセッティング、フルエキゾースト交換、オーバースイングアーム、ビト R&D、マグネシウムホイール取り付け、あと、こちょこちょという感じになってございます。はい、ファイナルエディションの GPZ900R でございますね。ありがとうございます。どうでしょうか、この一つ前に動画を上げさせていただいたかとは思うんですけども、このように仕上がりました。高いね、20万円単位のパーツをポンポンポンと言ってますから、ノーマルのね、マフラーが変わってるだけと、ほぼそういうような忍者からここまで変わりましたという感じです。ピカピカなんでね、見てて、作業してて、嬉しいという感じでございますので、早速前回り見ていきます。はい、はい、こちらです。はい、ビト R&D さんマグタンですね。マグネシウムホイールでございます。私の記憶では34万円だったかと思います。はい、ブラックのね、JB4 というモデルで7本スポークになっております。はい、かっこいいでしょう。はい、でローターキャリパーフォークはともにノーマルになってございます。はい、次ですね。まあ、マフラー変えましたんでね、こう本来カウルがついてあったと思うんですけど全部取りました。でノーマルラジエーター、オイルクーラーがあって、まあ、カウルがないのでちょっとステーがねすごいこう何かついてた感がすごいですが、まあ一旦ここはね放置ということになってます。大きいラジエーターとかオイルクーラーとかを変えるとこういうのもなくなるんで、もっとスッキリしてマフラーが見えやすくなるんで、もっとかっこよくなると思います。はい、はい、こちらです。 FCR37ブラックアルマイト2万円アップのものですね。にファンネル銀に変えさせていただいてます。かっこいいんですけどね、忍者の場合はサイドカバーが割と大きいんでね、ちょっと見えにくいというデメリットもあります。はい、次こちらですね。ボールテックスというところのステップ、もうすぐリリースされるかとは思うんですけども、ステップ入れさせていただきました。ブラックアルマイトです。はい、で、ここのねローレットもかなりきつめでステップのズレ防止にもなってます。でここの、チェンジの先っちょもね丸じゃなくて楕円かな、楕円になってます。はい、こういう感じですね。はい、まあ、ポケットカット加工のねエンドビルの切り方もかっこいいし、ピボットシャフトのねナットもかっこいいですよという感じです。6万円です。はい、はい、次ですね。オーバーのスイングアームとなってます。ビカビカですね。はい、これです。タイプ9でねスタンドフックついてるやつです。はい、で後ろが幻の2ポット、ブレーキホースは内回しと、でキャリパーサポートとトルクロッドという感じで、後ろも当然ビト R&D のマグネシウムホイールと、まあローター類はねノーマルですね。はい、でこれですね、ブレネーデスタインとかな、ノーブレストさんのフルエキゾースト41という感じで美しく仕上がってるんじゃないかな。絶妙なね避けもしてますから、まあ大丈夫かなとは思います。でタンデムステップですね。はい、であとねシートの張り替えもしてます。でこれちょっと今回ねこだわらさせていただいたのが、まあもちろん肉抜いてるんですけど、ここね忍者ってね結構高いんですよ。ここだからここのカウルに対して結構こういうシートになりがちなんで、ここをザグッといってできるだけこの高低差をなくしてというオーダーをして張り替えました。はい、であとはまあここについてるタンデムバー外しました。外してと言われたんで、でこれ黒にしてって言われたんですけど、これガンメタなんでね、ちょっとなんかガンメタっぽいのに勝手にしました。はい、黒って言われたんですけどね、これ個人的に勝手にこっちの方がね、あの迷彩というか溶け込むかなと思って黒よりも勝手に変えていくというスタイルで営業しております。はい、なので早速乗っていこうかなと思います。はい、じゃあエンジンかけていこうと思います。最近はちょっと冬で寒いんですけれどもね、行きます。さあちょっと日が照ってね暖かくなってきたかなって思います。はい、私ねむちゃくちゃ寒がりなんでね、冬がね嫌いです。はい、行きます。ステーション、はい、シールド閉めます。さあ久しぶりに乗ってる感じがします。GPZ900R でございます。忍者ですね。はい、まあ、今回むちゃくちゃカスタムパーツつけたんでね、ちょっとどういう乗り味なのかっていうのが一つですね。あとはね、出て早々、左に曲がることができるということで、これも大変嬉しく思ってます。はい、じゃあ、ウインカー先忘れがちなんでね、戻すのがちょっとねこう話に集中していてね戻し忘れということで、ここを曲がったらすぐ戻す、この癖をつけていきたいと思います。はい、今軽くね左曲がらさせていただいたんですけれども、
まあ早速ね、あの冒頭で説明させていただいた、尾藤さんのマグタンですよね、マグネシウムホイールなんですけれども、まあそれが、効いてかすごい曲がりやすかったですあのホイールをねやっぱ変えられる方、変えたことがある方ってもしかしたらね、あのむちゃくちゃ多いわけではないとは思うんですね。高級パーツなんでね、これはまあ別に、マグホイール関係なしの他のホイールだったとしてもそうなんですけども、ホイールを変えるとね、もうなんていうかな、こうスパンと入る、語彙力がないですね、スパンと入るというかね、むちゃくちゃ切り返し軽いんですよね。なのでね、満足度の高い部品だと思います、レーシングホイールっていうのは。だからこう、そうですね、僕もあの自分のバイクはね、マグネシウムホイール JB3 ですけど、 GSXR1000 に入ってるんですけども、もちろん走行中のそのオートバイのこのリーンの時にスパンと入って、まあ、車線変更なんかでもね全然わかるレベルで楽しいんですけれども、特にね、皆様がわかりやすいところで言うと、押し引きですよね。オートバイ止めていて、こうちょっと前に押したり後ろに押したりすると思うんですけど、まあ初動の転がりも軽いし、めちゃくちゃこうオートバイが軽くなったと、感じると思います。なのでね、燃費もいいでしょうね。あのマグネシウムホイール、この GPZ というバイクはもともと重たいですから、こういうねホイールの転がりが良くなることでね、すごい軽くもなりますし、単純に曲がりやすいという効果があります。で、前後ね17インチになって、まあほとんどのタイヤが選べるようにねなりますし、まあいいことしかないです、はっきり言って。17、これ左曲がるということですね。はい、そうですね。はい、さあ、それで、今回のね GPZ いろいろさせていただきましたが、まあとりあえずは、足回りですよね、ホイールで、スイングアームも今回変えさせていただいております。まあね、前も言ったかもしれないですけど、僕スイングアームね変わったからどうっていうのが正直わからないんですよね。オーナー様じゃないというか、まあきっと剛性が上がっていて、こうしっかりとした乗り味になってるんでいいんだとは思うんですが、私もちょっと意外と鈍感なもんでね、ちょっとまあ正直僕は見た目がかっこいいっていう、なんかそのね、あの目線でやっぱ変えたいなっていうのがいつも思ったら止まります。さあ、でちょっとご説明もした通り、この忍者ファイナルエディションなんですけれども、めちゃくちゃ調子がいい。あ、そうですね、止まってライディングで渡ってと、これ急ぐ感じの方ですね。はい、シールドも曇る季節になってまいりましたということですね。ハンドル周り見ましょうかね。まあ至って、まずはトップブリッジですね、アントライオンさんの削れ出しのトップブリッジになっていて、バーハンになってます。マスターシリンダーノーマルで、2人がダイグのスイッチボックスになってます。ハンドル交換をしたわけじゃないんで、穴が開いてるんですけど、そこにちょっとつけたんでちょっとだけインに入ってるかなっていう印象があります。ちょっとこっちにね、向けようとしたんですが、穴を開け直すと長穴になっちゃうので、ちょっとこの位置は変えれなかったという感じです。右は、キャブレター交換するにあたって、アクティブさんのハイソルタイプ3ブラックなし字かっこいいですと、薄型スイッチボックスが入っているということでいきます。さあ、比較的ノーマルハンドル、ノーマルのハンドル周りに近いかなという感じです。さあ、ここでキャブレターのねちょっと話になってくるんですけども、まあ京浜さんのね FCR37 でオプション2万円アップのブラックボディ、まあこうするとファンネルが黒になるわけなんですけれども、シルバーのファンネルにあえて交換しているということで、まあ、新品キャブレターやっぱり気持ちがいいですね。かなりこう乗りやすいというか、いい感じにはなってると思います。さあ、これちょっと止まってるんで軽くちょっと抜けさせていただきましょうかね。はい、なのでね、これのここの曲がりの一発目がね、スイングアームとホイールの引くところなんで、新品タイヤですが曲がっていきます。はい、めっちゃ軽いですね。こう初動がむちゃくちゃ曲がりやすいし、すごいいいと思います。さあ、そうですね、なかなか、加速感もいいんじゃないですかね。やっぱりね、この FCR ってちょっとだけアクセル重たくなるんですよね、純正の、キャブレターと比べると。これいったら入りましょうかね。はい、入ります。重たくなるんですけども、このね加速を味わっていただければね、多分皆さん虜になると思うんですよね。まあ、ミクにはミクにでちょっとねいい加速もするんで、音も違いますけどね。やっぱり京浜はねセッティングのしやすさ、張りの種類の多さから、いつも言ってますけど、僕は京浜の FCR キャブレターが大好きですという感じですね。で、まあここ、よく使うねこのちょっとここね分かりにくいと思うんですけど、このオンとオフのギリギリのところね、ここがね大事です。セッティングがずれているオートバイっていうのは結構ガタガタガタってなるかな、なりがちになってます。これ何速やろうな、2速か3速やったと思うんですけど、セッティング出てるとね4速とか5速でこうダラーっとこういう感じですね、いじめてもすごい乗りやすい。で、パーシャル開けてから開けるこう
谷がなくねついてこれるっていうのがこうセッティング出ていると、言えるんじゃないかなとは思います。はい。でまあ今回ねいろいろちょっと作業ねしまして、まあオーバーのスイングアームと、ビトーのマグネシウムホイール、まあ違うメーカーのものをポンポンとつけてるんですけど、片方はノーマル対応ですよね。ノーマルホイールにつけれますよっていうスイングアームで、反対はノーマルスイングアームにつけれますよっていう、ホイール、これがね2つ重なるとね不思議なもんでつかないんですよね。なのでそういったちょっと切削加工がね必要になったりもしました。何をしたかっていうと、スプロケットのね、止めているボルトがね長くてスイングアームに当たりはしないんですけど、むちゃくちゃ狭かったんですよね。当たったんやったかな、ちょっと待って、魚介曖昧なんですけども、まあとにかくこれじゃダメだよなっていうことでショート加工したりとか、やはりこうカスタムしていく中でそういうことっていうのはよくあります。だからこう、特にねこうカスタムパーツの重ね合わせの時は絶対にこう経験というか知識というかないとね、気づかずにつけちゃってエンジンかけてギア入れた瞬間スプロケナットが当たってもうガリガリガリっとスイングアーム傷つけちゃいましたでは話にならないのでね、まあそういうところも注意があったりとか、まあいろいろやはりねこうポンポンつけたら終わるよっていうわけでもないので、やはりこう気使うところはあるかなって感じです。ちなみにまあこのファイナルエディションなんで逆車になるわけなんですけども、キャブレターの今回セッティングさせてもらったデータになるんですが、なんとね、キャブレターと、ノーブレッサーさんのフルエキのパッケージで、110馬力かな、なかなか出てるんじゃないかなと思います。なんかね回していても分かるんですよね、すごい綺麗に吹き上がってくれますし、やっぱり逆車っていいなと思いますよね。馬力すごい簡単に出てくれるんでね。でやっぱこうね当たり前ですけど一番最後に出た GPZ ですから調子がやっぱいいですね、いろんな面に関しても、だから乗っててもすごいこう楽しいかなって思いますね。はい、さあ行きます。よいしょ、2万6000キロですからね。ファイナルエディション高いでしょうね、なかなか売ってないでしょうからね。ということで帰ってきましたと。はい、ちょっとねあんま寒くなくてよかったなっていう感じですかね。はい、よいしょと。さあこれねこういう微妙な動きの時もねこうマグネシウムホイール軽いなって思うんですよね、やっぱり。よいしょ、帰ってきました。さて、FCR とノーブレッサさんのフルエキの音ですね。力強いでしょう、だいぶ。はい、ということです。まあね、パーチェックの動画を先に上げてるんでね、大丈夫かとは思います。はい、ちょっと帰ってきました。僕はね、何の不満もなくすごい乗りやすかったですね。はい。なので、まあ、ノーマルペースでね、お預かりしますから、お客様乗っていただいたら、こう、変化が多すぎてね、多分戸惑われると思うんですけども、まあ、一度お客様にね、早く乗っていただきたいなと思います。はい。ということで、楽しかったです。ありがとうございました。